はい、こんにちは。味噌汁笑顔のりょうです。今日はですね、ようやく新しい靴を買いましたので動画にしたいと思います。この動画ではですね、新しい買った靴の紹介と、なぜその靴を履いているのかっていうのを、ちょっと僕のこれまでの靴遍歴を見てお話ししていきたいなと思います。以前使っていた靴がこちらのアルトラのローンピーク 4.5 っていう靴を使っていまして、今回買ったのがアルトラのローンピーク6ワイドというものを買いました。はい、こちらです。 4.5 はもうかれこれどんぐらい履いたかな、かなり履きまして、ソールが分かりますかね、こっちほとんどもう前の、特にこの辺はもうほとんどないです。ポイントがなくなってます。特に歩けないこともなかったんですけど、まあ、いつ壊れてきてもおかしくないような感じで、この辺がちょっとめくれてきたりとか、ここがもうちょっと浮いてきたりするので、まあ、そろそろ買い替え時かなと思いつつ、まだまだ、まあ、実はいけるんじゃないと思いながら、どんどんね購入を先延ばしにしてたんですけど、ようやくね購入に踏み切ることができました。で、今僕がアルトラを履く理由といたしましては、アルトラに限らずこちらのビボベアフットにも言えるんですけど、まず第一に指がすごいね動かしやすくて、幅広、つま先に向けてだんだんね靴の横幅が広くなっていってるので、指が動かしやすいです。はい、じゃあなぜ指を動かすのがいいかっていうと、例えばまあナイキの靴なんてかなりスリムなイメージなんですけど、これ多分直線を走るにはまあいいんじゃないかなと思うんですけど、登山だとこうどうしてもこう着地の仕方だったりとか、足をこうフレキシブルに動かしたようなシーンが多いんですけど、靴の中で指はこう固まったまま、ちょっとこう横に重心がぶれた時なんかは小指の踏ん張りとかは効かないわけですよね。自由に動くようになると、こんな感じで地面を掴むように小指も親指もこう歩きながら使えるっていうような使い方ができるのが、このベアフットシューズ、幅広系の靴になってきます。で、実際に僕は3年くらいこう、なんていうかな、ベアフット活動じゃないですけど、こう夏は積極的にサンダルを履いて、で真冬以外は無雪期は基本的にあのローンピークですとかアルトラですとか、ビボを履いております。まあ、ソールも薄いので足と地面との距離が近い、地面からの情報もキャッチできますし、つま先とかアッパー部分もそこまで硬くなくて柔らかいので、石にぶつけたりすると痛いんですよね。なのでこうなるべくぶつけたりしないように慎重に歩くようになります。がっちりした靴で歩いている時よりも、歩いている道中の情報をより敏感に拾うようになったというか、っていうのはほんまにね、このよくそういうの文面で見ると思うんですけど、まあ、それがほんまにこう体感としてあるなっていうのはあります。はい、こういうスタイルに変えてよかったなと思っております。で、冒頭で若干触れたんですけど、まあ大体こちらのビボとアルトラを履き分けてますと。はい、でどういう感じで履き分けてるかというと、まあ、こちらのビボは防水なんで、ある程度天気悪かったりとか、夏の雨に打たれても水が抜けてくれれば問題ないんですけど、それが秋冬になってくると水が抜けたとてつま先はキンキンに冷えるので、そういう時はもう濡らさないようにこちらを履いてます。なのでこのビボの出番としては秋冬、まあ、春先になりますね。天気が悪そうな時とか、そうですね、地面が濡れている時とかはこちら選んでます。まあ、それ以外はこのアルトラですね、アルトラが多いです。水が中に入ってきてもすぐにこう外に抜けてくれるので、そこまでこう足がびちゃびちゃになっても不快感がないっていうのがいいですね。まあ、ご存知の方も多いかもなんですけど、ローンピークは5からここにステッチが入りまして、つま先のこのステッチが入ったので、ここのね、ここがよりめくれにくくなりました。結構 4.5 とかは前がこう剥がれてきてたんで、この違いは結構大きいんじゃないかなと思います。
まあ、もしねこれからこう幅広系のシューズですとかサンダルでのウォーキングなんかを考えておられる方はこちらのルナーサンダルですとかこういったさらに薄いゼロシューズですね、こういったものを導入しつつ慣れた山から特に行き慣れてる山ですとかそういったところで日常とかでだんだんとねこういうシューズ試してみて徐々に山に入っていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。夏ももうすぐ終わりに近づいてきまして朝夕はかなりね涼しくなってきたんですけどまだまだこのサンダル僕はこの普段は一番薄いゼロシューズのジェネシスっていうのを使ってます。はい、で山行く時は、オソフラコでランの時はベナードっていうねすげえもう絞れよっていうものをやろうっていうねとこなんですけど僕にとって結構大事なゾーンなのでここはいろいろ使い分けてます。はい、使い分けることでより長く使えますしシーンによって使い分けができます。はい、ということで蓋を開ければ新しい靴を買いましたというよりかはなんかこう靴の考え方的なとこに行ったんですけどそうですねやっぱ新品すごいなかなりもうこっちは柔らかいんですけど、まあ、一回洗って古い靴皆さん古い靴どうしてますかね。結構まだ履けるしなかなか捨てにくいというか僕割と断捨離に関してはバンバンいけるタイプなんですけどこの靴に関してはどうしようってなりますね。低山本当にトレーニング程度の低山とか普段履きとかでは全然履けるんでそういうのに使おうかな。皆さん履き潰した靴はどうされてますかね。コメント欄で教えていただけたらなと思います。はい、ということで今回もありがとうございました。概要欄の方に各リンクありますのでよかったらインスタグラムとかツイッターとかメルカリショップとかいろいろあるんでよかったらそちらもこの動画終わった後に見てみてください。はい、ということで今回もありがとうございました。まあ、あと最後に今うちにカマキリとトノサマガエルとニホンカナヘビっていうこう餌の捕獲にやや労力がかかる生き物がいるんですけど彼らはこれから秋冬を迎えるわけでなんかそれをね自宅でこのまま飼っていけるのかそれとも逃がして野生的に冬を越えてもらうのかちょっと悩んでます。はい、ということでありがとうございました。さよなら。